そんな感じでやるね。そうです、皆さん。どうも皆さん、るろうに龍志です。ということでですね、今回はですね、この立派なごぼうでですね、龍追戦していきたいと思います。はい。龍志のバズレシピ。はい、はい、ということでですね、やってきました。今回はこのごぼう、このごぼうを使ってですね、めちゃめちゃ美味しいね、無限ごぼう唐揚げ。まずごぼうなんですけど、これね、洗いごぼうだから、あのそんなに、ね、汚れないんですよ。なんですけども、ちょっとね、このまま使っちゃうとちょっとくち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 くなるんで、くちくちくなるんで洗っていくんですね。洗う時のいいアイテム、これね、アルミホイル。まあ、結構みんな知ってる方もいると思うんですけども、これくしゃくしゃしてくしゃくしゃして、こうやって洗っていくといいんで、これちょっとあの今これシンクで洗っていきます。ごぼうってあんまりね、あの皮を落としすぎるとごぼう特有の土の香りがねなくなっちゃうので、 ある程度でスティック状に5センチぐらい、このようにスティック状にあの切っていきます。はい、はい、こんな感じで、はい、スティック状に切りました。はい、こんな感じでね。で、ちょっとね、長かったかもしれないですけど、これを、まあ、大体3分ぐらいですかね。こんな感じですね。こんな感じで、はい、こんな感じでね、全部ね、スティック状にしていきましょう。これぐらいの太さ、3等分にしていただいて、3等分にしてから3等分にするみたいな感じがいいかなと思います。はい、今思いつきましたね。いい感じにね、これね、ごぼうね、大体ね、160g ぐらいですね。はい、このボウルに開けちゃいます。はい、おしょ、大さじ2、はい、大さじ2、はい、2ですね。はい、酒を大さじ、あ、小さじ2ですね。はい、みりん小さじ2入れます。その元1,2,3,4振り、おろしにんにく、あのね、大体ね、これね、半かけぐらい入れればだ、あの十分です。スリ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 、半かきぐらいスリスリしてね。はい、で、このニンニクとかね、お醤油とかね、全部ね、この、ごぼうにね、もうギュンギュン吸わせていきますね。タレをごぼうに吸わせると同時にですよ、僕にもお酒を吸わせていきます。あー、これが皆さん美味しくなるコツなんですね。ごぼうってね、そのままだとそんなに味がないので、タレを吸わせていくこと、これが重要になってきます。そして僕にも調味料を吸わせていくことによって、あー、楽しい感じを醸し出していきますね。僕に酒を吸わせることによって僕が仕上がっていくので、食べた時にいい表情をすることができると思います。2、30分待つんですね、これね。2、30分置いて、ごぼうにね、タレをね、吸わせていくんです。で、2、30分の間、3回ぐらいね、ひっくり返してあげてください。これをね、やることによって、このごぼうがね、もうね、何十倍にもね、美味しくなるんです。たまにこうやってね、全体混ぜて、全体にね、このね、タレをね、染みさせてくださいね、これね。ね、じゃあね、揚げていきましょうか。じゃあね、油を引いていきますね。油はね、だいたいね、まあ、今回ちょっと揚げ焼きみたいな感じですので、大体1センチぐらい、ちっちゃいフライパンをやった方が油の節約になります。片栗粉です。まあもう本当にね、ちょっと多め適量、ここに、やりましたんで、20分ぐらいつけたかな、これね。ちょっとあれして、あれしてこうやって、結構厚めにやっちゃって全然平気です。まんべんなくやってください。で、揚げる時にちょっとね、はたいてね、量が多いからね、これ2回ぐらいに分けてやった方がいいかもしれないですね。やっていきます。パン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 とね、こんな感じでやるね。この油に浸るぐらいが、大きいフライパンだったらもっと入れられますけど、今大人の事情飲んでるけど、日本酒なんですけど、こいつはね、日本酒じゃねえな、お前は日本酒で収まる器じゃねえよ。基本的にごぼうって嫌いなんですよ、僕。ごぼうの唐揚げに関してはね、俺マジでうまいと思います。これはマジでうまいっす。カリッとさせてください。そうです、皆さん、めっちゃうまそうでしょ。
これ、この色、この色になったら引き上げます。まあいいよこれ、全然大丈夫だ。で、こんな感じですね。ひまわり油しかない。ちょっとひまわり油、この辺なんかね、もうね、結構上がってきた。サクサクになったごぼうって置いてーだぞ。これで終始中火、もう少し、味をつけてみます。塩です。お好みの量、お酒のつまみにする方は、まあ、強めに振ってあげた方が、パウダーの胡椒を使います。その方がね、この衣に絡むんでね、じゃじゃじゃとね、混ぜていくんです。こうやってね、熱いうちにね、味付けするとね、やっぱりね、絡みますんでね。こんな感じね、こんな感じで川崎マヨを絞って、まあ、ブラックペッパーでいいかな。七味とかでも美味しいんですけどね、ブラックペッパー、まあちょっとここに、振ってですね、これで無限ごぼう唐揚げ完成です。できましたね。いただきたいと思います。いただきます。今日は一番のやつで、あ、約束された勝利ですねこれね。もう絶対にうまいでしょこれ。まずはそのまま塩、塩コショウでね。あー、うまいでしょこれ。ごぼうのね、噛み応え、サクサク感、非常にマッチングしてますね。マヨネーズつけていっちゃいます。あー、神はここにいたのだ。今回ね、手切りでやったんで、ごぼうのね、細さ結構まちまちなんです。太いとこもあり、細いのもあり、あのね、どっちもうまいっすね。漬けダレにつけてたせいか、本当にうまみが強いですね。ビールに合う、一番に合う、合う。僕ね、本当にね、自分のレシピが一番酒飲めるんで、料理研究家として言っていいかわかんないですけど、自分のレシピだとしても人に作ってもらった方がうまいかったりするんで、実はね、たまには作ってもらいたいっていうのもあるんで、ビールに合わせてほしい。たまらんぞ。トップクラスでビールに合うおつまみだと思う。ぜひ皆さん、揚げたてをね、食べていただければなっていうふうに思います。一緒に優勝しましょう。